どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。本日発売の妖怪メダル、そして秘宝妖怪エンブレム2種類買ってきました。今回はこちら、妖怪メダルトレジャー第4弾ワンボックス開封してみたいと思います。この箱すでに開封されちゃってるんですよね。トイズラスのレジで店員さんが開けますね、言うて、中のこのバーコードを読み取ってたんですよね。そんなことしなくても、ここにバーコードあるんですけどね。で、今回もここにね、見えますかね、番号書かれてます。3954-2017。これが3953で、これが3955です。今回はこの3954開封してみます。ババーン！今回のパッケージこちらです。ゾンビチョッパーに猫2000。そして秘宝妖怪のマドモア・イゼル・ロゼッタ・ストーンですね。これには載ってないんですけど、アンコールデッドもラインナップしてます。巨石文明の2つの奇跡。メダルの種類こちらですね。全20種プラスシークレット。シークレットがナンダ・リュウオウです。秘宝妖怪メダルが3種なんですけど、これすべてはぐれメダルあります。なんとですね、はぐれメダル今回3種類も。とりあえず1パック目開封してみます。1枚目のメダルがこちら。ゴールドランクのオロチですね。めちゃかっこいいホロメダルです。シークレットもしくははぐれメダルはゲットしておきたいところ。こちら、ワルニャンのブロンズランクです。この右のツタンカーメンみたいなやつ、冷や汗かいてますね。ワルニャンがなんかこう生きてる感じ。秘宝妖怪メダルが3種類も収録ってすごいですよね。あ、出ました！こちらがマドモア・イゼルです。パッと見モアイ像ですよね。でも装飾がすごいマドモア・ゼルってことですね。今回のハグレメダルってちょっとわかりにくくて、マドモア・イゼルさっきのハグレだったら正面向いてるんですよね。4パック目こちら。キュウイニャンブロンズランクです。キュウイでかいね。昔のハグレメダルだったらさ、土の子とかジミーがこう入っててさ、妖怪の顔とか表情も全然違うかったんですけど。5パック目、キュウイニャン、レンチャン。これで6パック目ですね。ゾンビチョッパー猫2世はまだ出てません。キュウイニャン3つもマジ。これで7パック目ですね。ラッキーセブン7個目。これもフルーツニャンのメロンニャン。これもメロンニャンの後ろにでっかいメロンですね。マスクメロン。8パック目いきます。またまたメロンニャン結構被るね。9パック目、ザン。あ、これはシルバーランクのトレジャージバニャンですね。でっかい石ころが後ろから転がってきてますね。半分の10パック目いきまーす。せーの、ドン。これもトレジャージバニャン。秘宝妖怪メダルもゴールドランクもまだ1枚ずつしか出てないですね。後半に期待。11パック目、フルーツニャンのブドウニャン。かわいい表情ですね、これ。12パック目、ザン。これもブドウニャン、フルーツニャン結構被る。13パック目いきます。ゾン。お。こちらですね、レジェンドトレジャーメダルのノストラダマス。結構レアです。昔ノストラダムスの大予言っていうのも流行りましたよね。20世紀終わり頃だったかな。これで24パック目、秘宝妖怪メダル出ました。ロゼッタストーンですね。でっかい岩の妖怪で、左手にはなんか小さい子供が乗ってます。おそらくワンボックスで秘宝妖怪のメダル3種類出るはずなんですけど。こちら、シルバーランクのニャンマジョ、かわいいね。残り5パック、アンコールデッドも出るか。出ました、こちら、アンコールデッド、秘宝妖怪です。緑色のフレームかっこいいですね。ゾンビの妖怪ですね。頭が3つあります。はぐれメダルとシークレットがまだ出ていません。上級海馬の破壊です。これ右手でパンチしようとしてますね。残り3パック、ゴールドランクのメダルが全然出ないんですけど。じゃじゃーん、ニャン騎士のメダル、シルバーランクです。さっきのニャン魔女のメダルとちょっと似てますね。ニャン魔女 VS ニャン騎士みたいなね。猫2世ゾンビチョップもまだ出てないんですけど。出ましたね、こちら、猫2世。この表情は何やろ、眠そうな顔というかなというか。ラスト20パック目いきます。最後のメダル、ドン。あ、これ、ハグレですね。アンコールデッドのハグレメダル出ました。すごい。左が通常のメダルで、右がハグレメダルです。グーパンしようとしてますね。秘宝妖怪の音声チェックしときます。アンコールデッド。アンコールデッド。ゾンビっぽいね。巨石妖怪のロゼッタストーン。ロゼッタストーン。わ、ハモリ。はい。そして、マドモア・イゼル。
うわー、奥さんって感じですね。ということで、3954の開封結果なんですけど、全20種中14種類ゲットできました。なんかゴールドランクがなかなか出なかったですね。シルバーランクはあと豪快だけ。ブロンズランクはあと土の子だけです。秘宝妖怪メダル3種はワンボックスでコンプできます。はぐれがなかなか集めるの大変ですけどね。以上、今回は妖怪メダルトレジャー第4弾の紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。バイバイ。